普通にないですよね、多分。あります、記念ですよ。違う、あれこれしかないんだっけ。そうです、宮本さん来てくれるっていう。わあ、なんか怖い、頭からなんか出てる。うわあ、あれ犬みたいのなかったっけ。そう、私も暑がりだったから。なんで俺が暑がり決めるんですか。え、そういう話したもん、宮本さん。あ、したって。はい、暑がりっていう情報が教えてましたので。うちの会社で暖房に自分の噂が入ってる。その知ってる暖房に出たら遊びに来た。こんにちは。あ、ライブしてます今、はい、今一部が終わってフリマやってて、一部が終わってこのあと3時半から2部が始まります。一部来てくださった皆さんありがとうございました。楽しかった。わがまま放題大人たち、どうぞご自由に。なんかこれすごいですよね、なんかキラキラしてる。じゃーん。あ、これ今日春ヒロインの洋服、後ろ。ここかわいい。これはまだ在庫あったと思います、ネット。見てみてください、まだ間に合います。赤もあります。ゴーゴーヘイヨーヘイヨー。なんかキラキラしてるんですけど。オーバーストーン、セロボーワイン。あれ、これ反対。ほら、こんな感じです。これめっちゃ可愛くないですか。コンバースとかに合わせても可愛いし、可愛いです、とっても。ヒゲダンさん好きです、よく聞きます。ジャンパースカートどれのことだろう。ジャンパースカート着替えました。そう、2部なので着替えました。誰に何度裏切られても目を覚まして笑って One more time。失礼失礼。お洋服可愛いですよね。ベロアのワンピース、ベロアのワンピースは名古屋からの販売になるので、それ以外 あのネット販売はこの間受注予約を取った商品なので、受注予約があったので通常販売はありません。名古屋ではポップアップで販売されます、はい、あれ可愛いですよね、めっちゃ。さっき楽しかった、ありがとう。だってこちらこそありがとう。これ中のニットも春ヒロインで名古屋から出すニットです。また新作アップしますね。はい、名古屋のポップアップに出します、ベロワちゃんは。この代償誰かの表情を曇らせてしまったっていい。あ、そう、この糸めっちゃ可愛くて、これの白とアイボリー、このこの色があのアイボリーで、もう一色があのね、すっごい可愛い色なんです。サーモンピンクっぽいカラーなんです。春先まで使えるカラーですっごい可愛いので、またこの間撮影したので、その写真もまた追って載せようと思います。春ヒロインの方に載せます。あ、ヘアアレンジはこれはお団子してるだけなんです。見えるかな。
ここで普通に超一番スタンダードなお団子してるだけです。簡単。ちょっとほぐしてあげるとなんかあのアレンジ感が出て可愛いので、こういうラフなヘアアレンジにちょっとほぐすと可愛くなります。ハイブリッジ可愛いですよ。使えます、めっちゃ使える。フリマ行きます、お待ちしてます。嬉しい。このピアスはもしかしたらあのまた、販売できる可能性があるみたいなので、あの他のボアちゃんとかはボアのやつとかは、ね、やめてください。やばやだ、やんちゃな人がいる。なんかボアとかは再発注をかけてそれが届いて販売ってなるまでに多分ちょっと春先のものとかも出始めるので、ちょっと着てもらう期間が短くなっちゃうので、もし出すとしたら来年また同じ形とかするよりももっと可愛い形でボアのコートとか出せればなって思ってます。でこういうピアスとかはあの再発注かけてもまだ春先も夏ももちろん1年中使えるようなデザインのものなので、再発注かけれる可能性があるっていう昨日お話だったので、はい、ピアスは再販できる可能性があります。イヤリングバージョンもありますよ。あります、あります。今日いつもと同じカラコンです。宇野美沙子さんのヒールミーっていうやつの紫色のパッケージのやつ。今どこにいるの？今日はあのフリマイベントさせていただいている、会場に今日は一日ずっといます。雨止めてくださいってコメント来た。私が降らせてるわけじゃないです。でも本当に毎回雨なの、もう信じられないぐらい、ほぼ全イベントが雨なんですよ。卒業の時もそうだし、卒業してからのファンミーティングとか、あとはなんか大事なお仕事とか、あとは楽しみにしてたお出かけとか、基本的に雨で、今日もこの間まで晴れてたのに、昨日今日昨日は春ヒロインの楽しみにしてた撮影、大事な撮影なのに雨が降って、今日もフリマイベント久しぶりのイベントなのに雨が降って、なんかもう本当雨女だなって思うので、お祓いにね行きたいなって思ってます。雨のなんか神様みたいなのがついてたら怖いなと思って。最近まこちゃんと会う時も雨、ほらもう本当にそういうこと言うと言霊なのでやめましょう。私は晴れ女。遥か先どこなめちゅうかデビサイドロストユー。あ、広島にもぜひ来てください。行きたいです。なんか結構呼んでいただいている県、呼んでいただいている県、あのリクエストが多い場所、ポップアップの場所は北海道、仙台、広島が多い気がします。結構、うん、北海道結構多い気がします。今日のリップはイヴサンローラン、あ、なんだっけ、今日のイヴサンローランのリップとあとシャネルの92番を重ねてます。彼が来てもそれ以上、北海道にも、北海道行きたいです。北海道も全然行ってなくて、そう、テストお疲れ様です、バイトもお疲れ様です。みんな
弟がボア変えてたなんて嬉しい、ありがとうございます。 YouTube ですか。まこちゃんねるカメラが今日フリマに来てるんですよ。なんかまこちゃんねるっぽくない男の人がカメラを持ってうろうろしてると思いますが、皆さん気にしないでください。手を振って、顔映ってもいいよって方はぜひカメラの前にお願いします。ネイル見たい。ネイルこんな感じです。今なんか白とキャラメルっぽい色、ミルクとキャラメルっぽい色で、なんかキャラメルマキアートみたいな感じのネイルにしてもらいました。あかねさんです。こんな、今回はね全部の指一緒なんだ。近くに絶対ユキリンいるよだって。確かにユキリンさんは雨女、絶対的な雨女だから。フリマのお洋服見ますか。ちょっと回りましょうか。よいしょ。第2部のフリマの洋服、結構いろいろあって、あ、これラック逆だな。こっちだ。よいしょ。よいしょ。こんな感じで。これカスタネのニットカーデとか、あとこれ YouTube でこの間着てたニットカーディガンとか、あとはトップス。これも可愛い、これ。パールがついてるトップスとか。あと結構まあいろいろありますね。このブラウスとか。そう、コメントは全然終えてなかった。そう、赤のニットカスタネです。これとかも可愛い。これはキャミニット。夏とかは1枚で着れるし、冬も薄めのニットの上からハイネックの上から着たりすると重ねて着れて可愛いです。こっちはスカートとかニットスカート。これね、これ可愛いんですよ。ちょっと着るの難しいんですけど、こういうなんかチュールのねスカートになってて、デニムの上から重ねて履いたりする巻きスカートみたいになってて、デニムの上から重ねて見えるのも可愛いし、なんかねちょっと薄くデニムが見えたりしても可愛いし、そう、いろいろ使い方があるやつ。ここはワンピースコーナーですね。結構あるワンピが多いんですよ。ワンピすごい買っちゃうから。これとかもインスタに載ってますと思う。載ってますと思う。載ってると思う。これとかは夏着たら可愛い。この辺背中が可愛い。ワンピとか、これとかはザラのやつ。他も着てない。これデイシー。これも可愛いですめっちゃ。ワンピいっぱいありますね。です。これのワンピもこれも可愛い、ストレートで。あ、これとかめっちゃよく着てた。これもカスタネ。これもすごい可愛い。これはすごい刺繍が可愛いんですよ、裾の。ね、可愛い。これもよく着ましたね、今年。そう。あとこっちはボトムかな。この辺もカスタネが多いかも。タイトスカート。タイトってストレートのスカート。ロングスカート。これもニットスカート。これはフラワーかな。これのロングスカート。これも多分インスタ載ってます。かわいい、全部かわいい。これもカスタネ。これはレディアゼルのね、このスカート。ここがかわいい。こっちはトップス、トップスコーナーです。そうです、全部まこちゃんのお洋服、お家からね100着持ってきました。今日はこれめっちゃお気に入りのジャケット出しました。なんかね久しぶりに来たらあんま似合わなくて悲しくなって出しました。これもザラ、かわいい。これはスケスケで着づらいかなって思うんですけど、なんかね重ね着するとすっごくかわいいです。これ同系色の黒のニットの上に着てもかわいいし、あえて色別にしてもかわいいし、あと夏とかは中にキャミ、黒のキャミ着てこれ着てちょっと透けさせるかわいいやつもコーデとして可愛いなと思います。これも可愛いし、これもすごい可愛い。これはデニムとかに合わせても可愛い。ペプラムになっててチュニック。あ、これめっちゃ可愛い。これ大好き。
よく来ました。これもセーラーっぽくなっててかわいい。そう、全部自分のお洋服です。これはあのスヌーピーちゃんの T シャツ、ビームスかな、かわいい。これもいっぱい来た。あとボーダーも王道でしょ。あとこのブラウス、これもインスタ載ってると思います。これディーホリックのブラウス、かわいい、色がかわいい。よいしょ。これはハニーミーハニーのチュニ、これもねデニムとかに合わせるとすごいかわいいです。中透けるのでキャミとか着てください。かわいい、全部かわいいんですよ。まあ、かわいいと思って買ってるからこれも合わせ、これカスタネ、ショート丈になってるからハイウエストのボトムと合わせるとスタイルよく見えるやつ。これはチュニック、これはリリーどこだろう、忘れちゃった。これはダズリンの、これ前なんかディズニーに来てた写真あげたら、どこなんですかって言われて、でももう売ってないものだったので、なんか欲しい人いるかなと思って出してみました。可愛いですよね、これ。これ可愛いですよね。そう、小物もちょいちょいあります。これカシラの帽子、結構これかぶりましたね、いっぱい。コーデュロイになってて、この時期めっちゃ使えます。これ襟も可愛い、めっちゃ付け襟、今また流行ってますよね。これはカチューシャ、使える2つと、あとこのバンドドットのヘアバンド、これ YouTube で紹介して夏よくつけてました。これら可愛い、このリボンキラキラ。これめっちゃ出すか迷ったんですけど、あんまりねなんか置いてるだけで使うことがなかなかないので、可愛く使ってくださる方にお譲りします。この辺はイヤリングとピアスかな、これもここもピアスとイヤリング、これはピアス、可愛い。これも YouTube で紹介しました、可愛い。でもあんまなかなか最近シンプルな服ばっかりだから、春ヒロインのねピアスもあるし、なかなか他のつけなくなったので、こんなにねお洋服も出せるようになりました。いっぱいあります。あと15分だ。そう、こんな感じでフリマはこの後3時から、間違えた、3時半からやります。ふこちゃんのイヤリングとかピアス本当のタイプ、嬉しい。そんなに大丈夫ですか。大丈夫ですよ、いっぱいお洋服あるので。多分ねこのね 4,5 倍ぐらいありますね、お家に。やばい、ね、もう破裂してるの、一部屋がもう服の、もう服が生きる部屋みたいになっちゃってます、家ありがとうございます。またフリマイベントとかできるように、お洋服いっぱい可愛いのね買ってたくさん着て、なんかねみんな欲しいって言ってくれるものがいっぱいあれば、こうやってお譲りする場を設けたいと思うので、ぜひフリマやってほしいっていう声がまたありました、ぜひ DM とかください。では3時半からの部 の, 抽選当たっている皆さんはこの後お待ちしております。今ちょっと寒い中待ってくれてると思うんですけど、もう開くのでもうちょっと待っててください。はい、ではじゃあまたライブしますね。ありがとうございました。バイバーイ。